えっと、今日はですね、佐藤誠の隠し味のでですね、何は節で生きてみるという、玉川七福さんをお招きいたしまして、これはあの、桜社っていうところから今、絶賛発売中でございますで,で、七福さんとお呼びした方がね、いいです。七福さんは、 宿間処の編集者だったもうだいぶ前のことになりますかだいぶで、まあでもいや私の年代から言うとだいぶ前ってのはつい最近の話ですからね<笑><笑>それでなんか突然浪曲師になろうとあいえいえ全然そうではないですなんかあ浪曲に打たれたんですね全然打たれてないです全然 <laughs> <laughs> ここはそういうふうに書いてなかったっけ全く書いてない <laughs> <laughs> ちゃんと読んだんだけどな <laughs> ゃゃ <laughs> でも、その、なんか、こう、習いに行こうと思っちゃったんでしょ <laughs> はい。だから、浪曲知らないで、あの、朝日新聞のベタ記事で、日本老曲協会が三味線教室を開くって、それ、浪曲っていうのは全くこう、知らないものだから目に留まらないで、うん、三味線教室を会社の近くのなんかどっかの方で、三味線を貸してくれる上で習えるっていうんで、おゲッシャーでいいっていうし、あ、いいかなと思って、それが、 どんなに特殊な世界か全然わからないで三味線貸してくれて習えるんだったらいいかなっていう感じで軽くああそう、はい、あまりこうじゃあそういう世界は知らなかった全く知らないです私事ですけれどもね私山形県酒田市ととも生まれて、はい、あの近くにね三味線の師匠さんがいたの、はあ、でうちの親父はしょ書家なんですよ一応で書を教えてるわけそうするとね 酒田って結構栄えた町なんで昔ね、はい、後からあなたとも遠慮が,があるわけですけど芸者さんたくさんいるのよそうでしょうねで芸者さんが書を習いに来て、はい、三味線を習いに行くというあ<ー>すぐ隣のうちにそういう関係だったじゃあもう耳に三味線のね耳にあの耳というよりは、まあ、芸者さんが和服でこう来るね、はい そこをこう見とれてるっていう小学生がいたわけですよ <laughs>、うん。それでその三味線の師匠さんっていうのはあの勝新太郎と若山富三郎の師匠親。はい長唄のうちですよね。杵屋勝杵屋。その人の弟子だったわけですよ。じゃあ うんまあ、兄弟弟子みたいなことになるわけですねか勝新太郎さんと若い富山との沢、まあ師匠の子供だよね,そうですねだからあの,あの,あれあの2人が坂田によく連れてこられてたらしいあそうですかいろいろ悪いことなんか悪い言葉を覚えていくとかね <laughs> <laughs> でその人が「坂田一の芸者さん」って言われたええー、まあでなんか私をすごい可愛がってくれてあ<ー>あの子供いないからね、うん あの銭湯に行くでしょ。ええ、それ、女用人だ、私まだ入ってたわけ。それおいくつぐらいの時ですか。だからもう、年半も行かない頃をね。<laughs> そういうふうに育ったんですよ。ん <laughs> それだからもう、そういう水の方は髪分けて。<laughs> その辛い方に出てきたて。辛い方すごい、ざっくりとした説明です、ね。<laughs> そ,うそうそうそう。それで、その三味線って言われると、だからもう。 もうすごいもうバイブレーションが起こるわけよ、うん、私の中で三味線って言われるんですよそうですか、うん、で七福さんもその三味線最初三味線ですなんかお教室で本当にお稽古事として習うっていうつもりで行ったんですあでなんか編集者辞めるまでに行っちゃったそうす,すっごい飛ばしてるんですけど <laughs> のその間に言われたんですけどうん あの最初だから別に会社辞める気も私あのちゃんと社正社員で働いて本作ってましたから辞める気全くないんですけれども教室で三味線を習っていてでそのうちに浪曲ってあの落語や講談と違って一人の芸ではなくてその演じる浪曲師と三味線と二人の芸なんですけどあのまあ 浪曲がだんだん下火になってきて、まだ浪曲師はいるんだけど、三味線の高齢化がすごく問題になっていた。<ー>で、えっと、一応三味線教室って一般に開かれた優しい顔をした教室で、こわーって集まってきたら、うん、若くてなんか弾けそうなのをピックアップしようっていう、そういうミッションがその三味線教室には隠されていて。まあ、ミッションっていうか下心ね。そうです。うん、はい。うん、それにうっかり引っかかっちゃったってあ、なるほど。一年もしないうちに、 う後に師匠になる福太郎に言われましてでその前になんか教室の発表会の時に「君はプロになりますか?」って突然舞台の上で聞かれたんですけどそううあの一生懸命教えてくれてる師匠に恥かかすのも何かのお客さんいっぱいいる前でと思って「はい」って言ったらそれが現地になっちゃいまして。 つまり、あの否定できない設定で言われたわ、ね。んです。そうです。で,すで、坂田の男ってそういうとこあるのよね。そういうまとめていいんですか。そういうまとめていいんですかね。二郎がなんかと私と同じ年で、同じ坂田ので。<laughs> そうなんですよ。そうなんですよ。これがまたびっくりしたよね。ご縁ですよね。えー、はい。 のいい人なんでしょ <laughs> <laughs> そ,うそういうまとめですかすごいざ <laughs> さっきから話がすごいざっくりしてるんですけど、坂田の男はそうまとめられていいんですか坂田の人。そうそうそういいの。は、まあまあ、もう昭和20年ぐらいだったら、坂田の男はってまた、あ、いい人です。ね、先生わかんないです。うちの師匠いい人です。<laughs> ち <laughs> うちの師匠すごくいい人で、それで師匠のとこに遊びに行っちゃったら、あの、弟子入りの話になってたっていう。 その玉川福太郎っていう人は、はい、さらにまあだから私らがねまだラジオの世代ですよ、はい、あのここの家主の早前の通りもそうだけど <laughs> これ神楽坂だからねここも三味線がすごいとうですよそうですよね鍵盤<も>がありますもんねそうそうそう、はい、そうほいでねラジオで広沢虎蔵とか聞いてた一生懸命私なんかそうですかそりゃそうだよ えあなたと違ってもうプロですよ、それはもう。聞く方の。<laughs> やっぱ、粋な世界を心得てらっしゃるけど。それはね、<laughs> 桜社んの社長のフレーザーだと同じ。そうですか浪曲。平沢とラズボ。浪曲は、その、もう、熱心にもこう、行かれるほど、来てる。 誰だろうもう老曲の絡みがからね入ってる。<laughs> <laughs> 本当か。<laughs> <laughs> 本当ですよ。<いや> <laughs> そうそう流行歌と同じくらい入ってる。ああまあまあ一時期はねすごいもとにかく流行ったって。だからあれであれのあの南春夫とかさ村田秀夫でしょそう,でそういうのその歌じゃなくてその前の老曲の段階からはあるあ,ありがとうございます。いやそ, <laughs> その福太郎のはい。 師匠は誰だっけ三代目の玉川勝太郎です。はあ、で、勝太郎って人は虎像なんかと並ぶ感じえ,えっとね、その上の二代目の玉川勝太郎という人が天保水湖殿でお援したんですけど、二代目の、だから私の芸の上で言えばひいおじいさんにあたる二代目の先生というのが虎像先生と大親友でした。なるほど、ね。一緒に野球チームなんかやってピッチャーとキャッチャーやってるんですよ。 あそう。仲良し。なんか、浪曲師、ピッチャー、野球はやらせたくない。草野球チームがあったらしいですけど。いやだから、それは本当に聞きましたよ。我々の年代はね、その、森吉郎じゃないけども、そういうので、こう、形作られてる。そこは随分なんか、大雑把ですね。森吉郎って、また十いくつ上じゃないですか。森吉郎はね、八つしか上じゃないんだよね。八つですかそうですか。 大体違う。でもあれ、ロッ激しいのね。<laughs> <laughs> もっとこの話で出しますしか森吉郎ってね、新気郎って言うんだね。はい。横並べてね。それで、<laughs> <laughs> あの、なんだっけ。サメの脳みそ、脳みの心臓、オットセイの下半身っていう <laughs> 有名な話があるんだけど、<laughs> これの名付け親のヒエラのサダオっていうのは、はい、またこの、 デモクラシータイムって別のところでね<っ>三時時放談って,やって <laughs> それ詳しくまた <laughs> そちらの方で <laughs> しかしそれでだんだんだんこう静かに入っていったわけだろうお客の世界にじゃあ全然知らなくってそうですあのプロになりきなくてでも弟子入りって言われた時にも戸惑いしかなくってそんな気ないので、うん、いや師匠無理ですって「あの私出版社って正社員で働いてるので弟子入りはできません」って言ったら「土日沸いてるだろう」って言われまして。<laughs> <laughs> ええって思ったんですけど <laughs>、うん、あの興味がないわけじゃなくてもう三味線浪曲の三味線っていうのがものすごく面白いなって思い始めてきてたので、ま、いつでもやめられるからであの自分が、まま、真ん中に立つわけではないし横で三味線弾くだけだからいつでもやめられるからやめられるまでは行ってみようっていう感じで網 <laughs> にかかった珍しい魚それ話したくないわ師匠はね。 まあ、師匠はそうだと思いますけど。<laughs> めったに引っかからないです、それは、そうャ若くて三味線を習おう。でしょ <laughs> まあ、まあ、そういう感じです <laughs>。で、<laughs> 師匠が一生懸命説得するわけ。そうです、それでもう名前もらうとか、うちの師匠、あの三代目の先生のところに連れて行くとか。で、その時に名前もらうっていうのも、いきなり名前もらうって言われて。もう。本名で、なんですけど、その玉川、で。な。うーん。 おたふくが空いてるとかって一度言ったんですよ。ちょっと勘弁してくれるのも。もうだでも師匠になる人ですから、もう口答えもできなくて、大福もいいなとかっていろいろなこと言い出して、そしたらうちのおかみさん、その師匠の奥さんが三味線式なわけですよ。師匠の愛三味線なわけですよ。うん、この子はね、私だって本名でやってるんだから、この子も本名のままでいいのって。それ全然救いの手じゃないよな。私は弟子にできないって言ってるのに。<laughs> 夫婦でも、あ,あの、後戻りができない道に二人でダーッともう相談してるわけですよ。 もう泣きそうになりながらだけどまあとりあえずいつでもやめられるからまあ行ってみようかなっていう感じであのちくましょぼの編集者の仕事が行き詰まってたわけでは全然ないわけねちくましょぼ楽しかったですあ<ー>まああの上にはバカらず屋の上司はいたんですけれども一生懸命企画出して一生懸命楽しい本作ってましたバカらず屋の上司ってもしかして松田とかあちょっと待ってください <laughs> ちょっと待ってください違う私の知ってる人じゃないから <laughs> はいよね、ま いい入りますか、ね、ピーってやつ、えー、<laughs> いいよ俺の <laughs> 俺の発言なんだから <laughs> 松田だって下だからね見えないよそれ私言ってないですからは私言ってないですからねほぼ同意するよ <laughs> しかしそりゃでお,おそのおかみさんも坂田なんだってねそうですはい地元で,でまああのお二人とも東京来て 東京で出会って結婚されたんですけど、で奥様も、奥様っていうか、女将さんの峰子師匠も、師匠が浪曲師だったから、頼む、お前、あの、三味線習ってくれないかって言うんで、昔はそういうふうに、夫婦で。 あの、組むっていうの多かったので、シャミちゃん習ってくださいって言うんで、それできっかけで、六曲子にならせ、なられた方だったんです。<laughs> そう言うと綺麗に聞こえるけども、ま、くっていくための芸人のあれだよな。<laughs> そりゃ当たり前です。<laughs> っだって、あの、二人には、二つに分かれるギャラが一挙に入ってくるわけですから、うちの中に。それは、女房がシャミちゃん一匹だったら、ギャラそのままもらえるわけですから。<laughs> でも、あ、出す子は夫婦だからちょっと安くていいんじゃないかとか、そんなことばっかはないわけで <laughs> そういうのを一生懸命抵抗するわけです。<laughs> ちゃんといただきますと。<laughs>

だって古い話でしょ。いや、古いし厚苦しいし。田元に入れてとか言うんでしょ。ょすごいもうね、奇妙な芸能としか見えなかったですよ。今時信じられない。もうあんな、落語なんかあんなに涼しげにね。 楽しげにあの、なんていうかこう、洗練された芸をやってるのに、あんな全身から汗振り絞って熱くるし、それでなんか、今はもう、もう平成だの世の中だっていうのに、大日本帝国憲法家の価値観かと思うようなふうにやるのに。思い切ろうまさにね。あ、まあ。いませんよ、私はその子が <laughs> そういうようなことやってるし、もう奇妙な芸能としか思えで、あの、 おしゃみは、しゃみせ弾きながら、あおとか、それって、昼間聞いちゃいけない声だろう、みたいな声出してるし、もうね、奇妙奇妙で、信じられない、この芸能もう、そればっかりで、だから、それに、たまたま入っちゃった私が悪いんだけれども、ええ、で、あの、中に入ったら、おじいさん、もんちききたおじいさんばっかりいて、 <で>平均年齢ずっと高いで70ですよ。平均年齢、平均年齢が70ぐらいですよ。70ぐらいのおじいさんたちがわーっと言って、花札やってんですよ。花札やってたかと思うと、突然お先に勉強させていただいてで、舞台に上がってって、でものすごい声出すねびっくりするような、うわーっていうのそんな、結果切れそうみたいな声を出して、で降りてきたら、 どうやらパンツまでえ汗だくなってるらしいんですよ。<laughs> 着替えて、また花札に戻るんですよ。で、それでなんかあの、私が入った時、入った当初は若かったんですね、一応。で、若で若い女が楽屋に入ってくるっていうことがまずないらしくって、うん、花札をしながら、目線は私追いかけられてるんですよ、ずっと。<laughs> そんな、そんなにね、奥面もない視線を他人に、ね、もう少しなんかこう、ちょっとかあの、盗み見をするとか、ああそういうような視線、もうじーっと、奥面がないにもほどがるな。正直そも、で、それであの、なんかう、うん、後ろの方でなんかこうやってるか何かなと思ったら、あの師匠が入院したんで、見舞いの金を出すの、出すの出さないのっていうで、ね、やりとりをしてて、<laughs> そしたら見舞いの金を受け取らない。それじゃあ姉さん 俺のギリがた江戸時代か映画 <laughs> <laughs> みたいなもうね <laughs> とても現代とは思えないんですようわえらいとこに来ちゃったなと思ってそこで息吸ったらでやっぱりあの中ほらもう話せないんじゃないやっぱりでもうあのここに染まる前と最初は思ってまた思ってでも,もう惹かれてたんでその時ね <laughs> <laughs> なるべくこういこふうにだからすごくあのその当時の私を知っている人はものすごく居心地が悪,悪そうな顔をしていたっていうあ,あそこでねはいこんなとこでいいでも行かなくならないわけだからさ <laughs>、まあ、うちの師匠は、まあ、すごくこう笑いも多いようなあ師匠は濃ここいなっていうのがあったんでなんかほらなんかすごい特殊な味のする なんかカフェインとかなんとかあるそれみたいなもんじゃないのあ、草屋にはまるとか。そうそうそう。そ<れ> <laughs> まあそれかもしれないです、ね。で、一回食べちゃったわけだな、それ。食べちゃった。食べちゃった。で、名前もらうっていうことは、入れずに入れるようなもんだよそれそう<ん>な <laughs> <laughs> いや 消せないけど、消せるから、返せるから。いやいや、それはそうです。それじゃ、そんなに見えない。反社会的勢力に入るわけじゃないですから。いやいや、そう反社会的勢力ではないけど、非社会。的勢力だよ新しい。まあ、あ、そうかもしれないな。現代じゃないっていう意味。不要不急の最たる問題。失礼。いやいや、でも、不要不急の話は人間生きていけない。のよそうですね。はい、ね。生きる。 慰めとなるような。もの不要不急ということを決別しちゃいかん。そうです。そこで生きてますから。そうそう。ね。でしょう。で、やっぱり、なんか、やっぱり、本作りの時は役に立つものとかさ。そういう、あの、呪文が入るわけじゃない。ね。そこからスコーンと抜けたんだ。やっぱりね。いや、抜ける気ないんです。この時点では。この人にはよくできない。抜けちゃったん。やっぱり。 そうで,、ね、で,でずっと三味線をやっていたんですけどあのやっぱりこ腰が引けてるじゃないですか、うん、でなかなか三味線がうまくならないのでうちの師匠が合ニやして昔はあのー みんな、浪曲んの頃は旅巡業があって、もう弟子はついていくと、かばもちながらついていくと、朝から晩まで浪曲の中にいるんですよ。もう、旅巡業でこう何時間もずっと浪曲をしちゃってるから、浪曲の呼吸が身につくんだけれども、今は例えば師匠のかば持ちにしたって一席か二席聞いて、じゃあうちに帰るっていうことになっちゃうから、じゃあお前ね、三味線が本当に下手だから、一席うなってみなさいって言われたんです。なるほど。うなって、どういうふうに三味線を弾いてもらったら、 浪曲の三味線では綺麗に弾けることが手柄じゃなくて、浪曲師の背中を押して呼吸を拾って声を出させることが手柄なんだから、その呼吸を覚えるためには自分がうなってみなさいって言われて、で、一席覚えさせられた。師匠の言うことを聞いただけなんですよ、私。だからそこでさ、もう。 カタギの世界から足洗っちゃったわけだ。そんな必ずそういうふうに反社会的な方に話を振ろうとする。世界がそうじゃないそれ、話出てきた。平手みきでしょ平手みきですよ。はい。そうですよ。ヤクザの用心棒です。あれはなんて言うんだ天保水庫殿。ねえ、あれ俺大好きなのよ。本当かな いやいや本当ラジオにこうやって聞いてたよこ伝最後はそこだとやっぱりね男は弾いちゃならないそういう感じだよ今だって生きてるちゃんと脈々と天保水湖伝はい天保水湖殿そのまあ多摩川っていうのは天保水湖伝を語り継ぐ家なのでああそうなんだ一番好きなのそれ天保水湖殿のいや 難しいですねあのやっぱり男の人のこう命をかけてなんかやっぱり人への誠を通すっていうようなの,なので今の人たちに聞いてもらってどういうふうにしたらその気持ちが通じるかなっていうのはすごい難しいなと思いますけれども。ねえ。 基本的にはまともな人出てこないでしょ出てきます。出てくるの人はこう生きるべきっていう話もちゃんとやってます。反社会にいくつでもいいですから、本当に。うい,ういい話もいっぱいあるんですから。ううちゃんとね、人間は損、うん、得じゃない、お金じゃない、やっぱり誠を尽くすんだよっていうこととか、もうあの人生にね、 いつも今不安かきたてられて「保険だの何だの?」って言って人生にセーフティーネットを敷くことばっかり考えてるけどそんなことは人間の生き方じゃないよっていうようなこうね人非常に役に立つ物語にもいっぱいあるんですってばいやいやそれは美しいと思うけども、はい、そういうことを実践してる人はさ少ないんだ今。老若会はそういう人ばっかりなんですよ明日のこと何も考えてない人ばっかりなんですよ。私もびっくりしたんです本当に 明日のことも考えてないです、あさってのことももちろん考えてないす。また考えてないですね。偽、う、善、ん、<laughs> に言っていいねって言って、<laughs> 人達も。取っ払いっていう、ね。取っ払い、いわゆる取っ払いみい、うんうん、はい。その日もらうやつね。そう,そうそうそう。明日がないんだ。もうそういう人たちが多いんで、びっくりしました。本当にだから、明日がないってことは、未来がないってことだよ。もうその日来て、明日のことは何も考えてないですね。だから、それはまさに矢田さんの世界じゃ。ええー。<laughs> <laughs> 今だってヤクザの人の方が将来のことちゃんと考えてるじゃないですか,そう,ですかそうそうだからヤクザに反抗して半グレーってなって出てきたんだよ <laughs> そ,そ,そうかそっかそっかアンチとして <laughs> そうそうであなたが最初にうなった浪曲って何なの、えっと、つ間違いという話なんですけれどもこれいいお話なんです、うん、あの年末にお金がなくって で、それで、あの、お金を借りに、あの、下僕をやりに行くんですけど、間違えて、松の六つの神のところにやるところ、松平六つの神、伊達さんのところに行っちゃうんです。六十二万石に。三百石の旗本に借りに行く予定が、六十二万石に行っちゃって、で、その六十二万石の伊達様が、三十両借りたい。いや。 うちに三十両借りにたいっていうのは嘘だろう、三千両の間違いだろうって言って、三千両貸すところが。本当は松野に借りに行くつもりが、松平屋に行っちゃって、三千両ってあ。うちは松代屋様じゃなくて、松野様に行くんです。このお金をお返しますって言って。みんなその、なていうか、いい人たちが、ちょっとした間違いで、あたふたするんですけれども。人の誠をどういうふうに通したらいいのかっていうような話なんです。それはね、うん、今の政権に聞かせたいような、ね、はい。 会を大事して聞かせたいです。はい、お金じゃないっていう。<laughs> <laughs> 自己責任とか言ってね。自己責任。責任の、事故のない人たちが。出てくるんだよな。<laughs> それ以上私いませんよ、先生。<laughs> <laughs> しきかし。それで、三味線引きやりながら、唸ってたわけ。そうです。あの、師匠はあくまでも、三味線が必要で取った弟子。うん、ですから、三味線をうまくするために、うなだしてたんで、あの。 そのための方策で浪曲師にさせる気はなかったんですけれども勉強会やりませんかとかうちでやりませんかとか、はい、なんとなく浪曲の仕事が来るようになっちゃったっていう。なるほどそれであのスタートしてから浪曲になって、まあ、いろいろプロデュース公演なんかも始めてからだから浪曲をうなり始めて丸6年か7年経った時に師匠に死なれちゃったんですね。 でその掛け持ちの時はものすごくそうですねやっぱり千曲庄墓でちゃんと本作って一応作ってたので。ちゃんとだってまあ井上久しいとかでしょ。<laughs> <laughs> 大体、老曲の世界に出てくれない人だよ。そ,れそんなことないですよ。<laughs> ちゃんとした本も作ってましたよ。<laughs> 井上先生の本なんか大、原稿といるのは大変じゃないですか。そう,そうそう。もう人、もう、だからね、まあ、大変な苦労するんですよ、ほん遅くなるとも,もっともらしくていい、よく見えるんだよ、あれ。いやいやそんなことないでしょ <laughs>。ただ、あの、遅いのはいいんですけど、遅くなる言い訳を原稿にして書く<う>こんなこと書く暇があったらくれっていうような、ね。<う>お言い訳をばーっとマックファックスでね。 なんか「とんち」とかいう雑誌やってたんでしょそこで先生と井上先生の対談の時に私は担当編集者でいたんです先生が覚えてないと思います緊張してたから分からなかったいや先生 <laughs> 私が緊張したんです <laughs> 佐坂先生と井上先生とで、芝良太郎論を、こう、芝良太郎を語るっていうテーマだったんですけど、芝良太郎ですよ、天下の芝良太郎ですよ、佐坂誠先生は、ものすごいこき下ろすんですよ。罪があると。芝良親父をあんなに作っちゃった結果責任は芝良太郎にある。それを、 井上,久志は井上先生は武士の情けでも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 やっぱり文学者としての司馬太郎と歴史家としての司馬太郎を分けて考えてくださいっていうのをするる訴えるんだけどそこへもう切り込む切り込む切り込むもうこっちは面白くてしょうがないんですけれども <laughs> <laughs> そうまああれでも同じ山形だから手加減したんだよね。<laughs> <laughs> <laughs> どうだったんですかすごい面白い対談ですけどちこちらもハラハラしながらうわどう,どういう結末になるのだろうと <laughs> 結構長い対談したよないやもう私あの時はまだ新米でしたからもうドキドキハラこんな夢のお二人が戦ってるぞって震えながら聞いてました、はい、<laughs> それで、はい、あのー、やっぱりあんまり忙しくなって体も大変だとそうですね、はい、でどっち取るかっていう時にろ6期をやめる手もあったわけだよ その発想がなかったんですよねやっぱりだからその草屋草屋を草屋だよな老極草屋説う<ー> <laughs> そう一度ハマったら抜けられないまあそれ癖になるっていうのは今お客さんもみんなそういう風になってきているので私のお客さんなんかはハマっちゃうっていうあそう、はい、でな今聴衆も若い人いるのいますよ、はい、なんかやっぱり草屋の世界が失われてきたらそこにうまく入っていったのかな あのー、芸能って、やっぱり社会と無縁じゃないなってちょっと思うのは、うんうん、私が始めた頃25、6年前なんですけれども、まだ95年とか6年ですから、バブルの残死があるというか、うんうん、例えば浪曲で、この本当に切々と氷振り絞るような話をして、お客さんはその場で涙を流して堪能するんだけど、一回その小屋を出ちゃうと、 社会がまだ浮かれた雰囲気があるから、あっという間に蒸発しちゃう、うんさん無傷しちゃうような感じがあったんです。うん、でもそれを自分も感じてたんです。ああ、今の世の中と浪曲っていうのがなんかこう、やっぱりぴったり来ないな、ところが、ここ10年ぐらいですかね、浪曲と外の世界が近づいてきてる感じがするんですよ。みんなやっぱり、あの、みん、やっぱり高度成長期以降、本当人生は辛くて悲しくて寒くて痛いものだって思ってた日本人が、 もしかしたら辛くなく痛くなく寒くなく悲しくなく暮らせるかもしれないって思ってきてそういう過去を背負っている浪曲みたいなまあ倉庫の妻みたいなもんですよね捨てたかったんですよねだから積極的に忘れたかったからあんなに早く凋落したと私は思ってるんですところがみんなここの10年ぐらいは本当に辛くなってきた生きることがそうすると浪曲で慰められる度合いが自分の人生と地続きになってきた感じがするんですよね だからそういう意味で老曲を頼りにしてくれるお客様がすごく増えてきたそれは喜ばしいことではないので私としては複雑な気がしますけれどもただ物語に身を委ねるっていうことがなんかこうやっぱりその間自分の実人生をちょっと忘れてくれる、うん、で物語の中に本当に没入してしばし聞いて聞き終わったら「ち明日ちょっと頑張るかな」みたいな気持ちになってくれる。 っていうのであればそれこそ本当にやってる会があるなっていう本当に社会の中の芸能っていうことなんだなっていうのをなるほど気づいてきたっていうことはありますねあのなんていうかななってはいけない人が首相になったりねこう片木とあれの <laughs> あれの分かんなくなってきた今うん反社会的勢力とさ反社会的勢力の人が 社会的勢力みたいな顔してるそういう中でやっぱりただとにかく、ねね、中の人は当そうですねあの浪曲の浪曲師たちもそうですし浪曲の語る物語っていうのももちろんあのいろいろ悪い人も出てくるんですけれどもなんかやっぱり誠があるっていうとこどこか一,一流のすがすがしさがあるっていうか。 その楽屋でほら <laughs> 年寄りがこういう恋,恋してたこういうって言うそれ <laughs> 今はもうほぼ同じないですもうまあ綺麗なものになりましたよ <laughs> <laughs> ちょっと寂しいじゃない <laughs> いやいいんですよ平均年齢低くなったのそうですねここのとこ若い、えー、新あの入門者が増えまして浪曲師も増えましたし三味線も増えましたし ああ後輩が、私自分が最後の六曲子だと思ってたんですよ。うんうん。十年、師匠が死ぬ前だから、十五年ぐらいまでは、私の先輩の国本武春っていう師匠と、うん、最後だね、最後ですかねって言ってたんですけど、ここ十五年でダカダカダカッと入ってきて。国本武春としてはあなたよりだいぶ上でしょはい、だいぶ上です。でもその間がいないし、<laughs> 私の下はいない,い,ないし、<laughs> そういう。本にまあ、珍しい人が入っちゃったわけだ。 <laughs> まあとにかくいなかったんですよ若い人たち継ぐような人たちが本当ににっても入ってきてもやめちゃうとか運命だね「定め」に負けてってわる歌あるじゃない <laughs> 定め」に負けてあ愛しながらも定めに負けてと <laughs> どっかね引っ張り込まれちゃった感はあります でもさ、それはしかし、それ、あの、自己責任を転嫁してみたいで。でなんか引っ張り込まれる要素はあったわけだよね。<laughs> 自己責任って。っうん、自,自分の中に、非公的要素はあるのよ。あ。<laughs> <laughs> 抵抗しないとこ。はい。<laughs> <laughs> それで、一番。最初であれしたのが、それで、得意な老曲ってうだ、一番得意、まあ、たくさんあるんだろうけどね。 うん好きなんてか。うん、いろいろあるんですけども、あの、自分で新作も作るんですよ。で、新作作ったり、新作作りながら古典やったりするんですけれども、結構ね、愚かな人の出てくる話が好きなんですね。だけど、例えば、あの、清水の次郎長伝の中で、うん、お民の度胸っていう話があるんですよ。うん、清水の次療長伝長いお話の中で、うん、あれはすごく面白いのは、 清水の二郎朝伝はどうしてできたかっていうともともとは清水次郎朝って実在の人じゃないですか、うん、でもともとヤクザなんだけどあの人は山岡鉄舟とこうご縁ができてそれで山岡鉄舟が岩城平藩の元藩士だった天田五郎っていう人を仲良く面倒見てあげるんですよ。はい、で天田五郎は戊辰戦争の時に一家離散になっちゃって家族がわからないで家族がわからない天田五郎にうん家族ととにかく 会いたいたって言った時に山岡哲司はどう考えたかっていうと清水の次郎長を紹介するんです。なぜかというとヤクザには全国ネットワークがあるからネットワークの中に入れれば両親や親兄弟が見つかるかもしれないって言って清水の次郎長の養子になるんですよ天田五郎が。<う>で天田五郎がそれで清水の次郎長からいろんな話を聞いてで聞いてで結局全国ネットワークに頼っても見つからなかった。 で、しばらく言って、まあ出ちゃうんですけれども、世話になったお礼に聞き書きを東海遊教伝っていうのに表すんですね。そうそうだから、清水の次郎長にとっても世話になってるから、東海遊教伝は盛りまくりなんです話が。本当は清水の次郎長よりも黒駒の活動の方がそうそう知的でいいやつなのに、そうそう清水の次郎長の方がいいやつにな,なって、そう いるんで,す、ね、でその長い清水の次郎ちゃんにとってはすごくありがたいあの盛りまくりの話の中に唯一出てくる女の主人公がおたみっていう人なんですけどこの人が夫が殺されそうなんですよあのし森の石松をか,こかくまって森の石松を殺したい都でいいかっていうのがはい、うん、さすがご存知さすが <で>それで育ったんだよので、宮古鳥一家が、その自分の夫のところに押し寄せてくる。そう。で、押し寄せてくるときに、自分は弟分の石松を囲かくまってるんだから、それをかくまなきゃいけないのに、石松は来たって、夫が言っちゃうんですよ。それで、え石松さんがいることを言っちゃうのこの人は。なんて情けない男って思うんですね。そこには、宮古鳥一家の10本の長脇日差しがギラギラしてるのに、長脇日差しが、 あって、自分が殺されそうなことよりも、自分の夫が裏切り者っていう方が、おたみにとっては大きいんです。うんうん、殺され、もう最初からもう殺される、ろくな人生を生きない人間だというのは分かっていて、それよりも、こんな卑怯者を選んじゃった自分が悔しい。ところが、それは、夫の策で、うん、石松が来たのは昨日で今日はいないよっ。いや うちの夫いい人素敵ってそこでコロッと変わるんですけどそれも何もここに10本の長脇だせがギラギラしてるのに自分の誠は夫が自分の惚れた夫がいい人かどうかっていうことにあって <laughs> 明日のこと全く考えてないんですよ。こういうい今だっ たらやっぱり命が一番大事だから、今そんなこと言ってる場合じゃない。夫の線には後にして、今この事態を逃れることを先に考えなさいおさみって思うんだけれども、そこが全然価値観が違うところが新鮮で、ああ到底愚か者だなっていうそういう人たちがいっぱい出てくる。そこが中好きかなっていう。でもねやっぱり男たちはそこ見てるのよ。見てる。その女その女がそういう女だと、だから惚れたんだとこういう感じなんだよ。へ<ー>うん。 甘田五郎って聞いて、どっかで聞いたら、天田グアンだよな。そうです、そうです、甘田グアンです。ね、はい。書家で有名になった。で、グアンのことはまたまた詳しいんだ、俺。<laughs> 書で、だって今、小峠屋さんに書が出ると、甘田グアンの書はものすごい高く。<laughs> グアンはね、うん、正岡四季とも、そうそう、ね、そうがあったはい。これね、あの、なんだかあの、どっちか忘れたけど、柿をくるんだな。柿。はい。したらね、渋かったのか。はい。 でも早く食べさせようと思ってあ送ってくれたんだと、はい、柿ののきぞん巻ってていいうこ、ね、と、うん、書るよへ<ー>、まあ、それともかくとしてその <laughs> あの有興殿ね、はい、東海道殿うあなたはやっぱりすごいな俺,俺も黒駒の活動の方がいいっていうのは後から気づいたんだけどね, <laughs> ねそれはともかくとしてあの私としてはしかしその何だっけ鳥の川風のとこちょっと一節。 あれは難しいのいえ、えっ、ー、と、まあ、うちの家の芸です。本当は、6曲は、三味線が。そうそうそう。えー、俺口だよ、口三味線で。じゃあ、あの、本当に、あの、アカペラで申し訳ありません。邪魔しないから。うん、トンネルの川風、田元に入れて、 きにさをさせる、かせるね。一目きのと叩たたくはかわんの。水にせかるる、くいなどり。 恋の八月おとねずきよ。さわばやしのねもさえわたり。よしのはずえに梅雨をくくんは、 小ぶやホタの、そこかし、こ、いた、こ、あやめの、な、す、か、しさ。わたしゃ、くじゅくり、あら、は、ま、そ、だち、と、いう、てん、いわしの、 拍手。うわぁ、あ <laughs> 痺れるね。<laughs> いや,やばいバ、バイブレーションってこういうことだね。ああ、そうですか。痺れる。うわぁ、<laughs> これに写真入るともう、もう、もう絶、絶妙。うわあの、わかるよ、あなたが。取り込まれていってたの。<laughs> え、そうですか。<laughs> いや、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 もう、本当にね、あの、聞いてたのが、思い出したよね。ああ、そうですか。ラジオで。 結構親父仲んも来てて飲食も行かっててさあそうですテレビのない時代に育ってるわけだからうんそうですよね,ねやっぱりあの虎蔵ってのはやっぱり声が独特なの、うん、もう虎蔵先生は本当にいい声ただ虎蔵先生っていうのは大きい声が出る人ではなくってマイクの時代になってすごくそのマイクでこうバイ<ー>大ブレイクしたっていう風うに伺ってます ほんとね、今の話で、平手美きね。はい。なんだっけ、あれ、要するに死に場所探してたんだよね。あそうですね。はい。ねあのー、本当は、千葉道場で修行をして、そうそう師匠にも勝る、うん、千葉周作にも勝る腕って言われてたんだけれども、お酒の上が悪くって、で、波紋になって、流れ流れて、本当だったら大名家で何百個ももらえる、剣術師男役にもなれるのに、と、いわじゃ、ヤクザの用心棒って、 言ってそれで最後のもうやっぱり世話になった笹川重添の義理を通してまあ灰を病んだっていうことがあるんですけど新岡の佐五そうですね詳しい,い <laughs> あの子守り歌みたいなものあるあにっては、はい <laughs>、はいはい、で,であれ千葉のどこだっけあれ東の今遠野正町ってなってるんです笹川すあの語り軍遠野正町今ねけあの観光大使になってるんですよその東証遠野正町のそうはい あのそこは珍しくて「<ー>店舗水湖殿のふるさと」って言っての、まあ、いわゆるクヤクザの話なのに店舗水湖殿を町おこしに使ってくださってるんですいやいやヤクザって言うけどそれはね今の手帳料はマシだよそれずっと全然 <laughs> ヤクザ以下だもん今もう <laughs> <laughs> あ,あそう立派、はい、<laughs> な仲間立ってんの,あの立ってますそれにあの 田中角栄さんが、ああ田中角栄さんは、実は老曲すごく大好きで、きつ音を直すのに天保水湖伝をうなられたで。あの、それこそ書が、ね、学校そんなに出てらっしゃらないものすごい立派な書なんですよね。うで、うちの二代目、三代目の先生のお墓が、関栄寺の中にあるんですけれども、そこに日が立っていて、田中角栄書の、トネの川風玉手に入れてで、東野松町にも田中角栄書の、あの、トの川風の日がありますし、はい。 あちらにいらっしゃるほら、早野トはい。田中角栄の決定版を出した人だ。はいはい。ものすごく字が綺麗でいらっしゃいますね。そう,そうそうそう。びっくりしました。立派な字を書かれる方で、それが気になってあるので、もう。じゃあそこでよく老き大会みたいにあるの？はい、あの時々行って、今ちょっとコロナで行けないんですけれども。 行って、浪曲やらせていただいてます。ああ、いいよね。それちゃんとそういうのをね。はい。はい、伝統芸だもん。そう。東野松町はの人はみんなが、トネのかでう,れうなれるようにしたいんですけどね、私。<laughs> 町民全員浪曲化計画。<laughs> ああ、そうはい。まあ、早野と私が最初に習うから。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。お願いします。<laughs> あ,あそうなんだ。やっぱりね、声出すと、すごくいいみたいで、私、あの、血が、 健康診断をすると血が、血圧が低いのと、いろんな数値が、ハモグロビンとか、白血球とか、積血球って、うん、全部低くて再検査、要再検査だったんですよ。なずっとなんか。ところが、朽曲始めたら、今、健康有料児なんですよ。やっぱ心肺機能の活性化ってすごくいいみたいです。老朽やると。じゃそれまで静かに生きてきたわけね。そうそう、いい気もしないで。<laughs> それはあの浪曲でひ花開いたわけだ、まさに。健康にはいいみたいで、浪曲って大体あのすごい長命です。百歳まで現役だった方もいらっしゃいます。それでなんかあの、弟弟子がね、たまたまこの間見てたら。あ、はい。先生、テレビで見ていただいて。今、あの寅さんの全作品の浪曲化に取り組んで。あ、そう。はい。売れてるんですよ。あ、そうなんだ。茅野透と私のね。世間学入門っていうね。はい。 寅さんについて喋ったやつは、あまり売れなかったけど。寅さんに学んじゃってんですか。寅さんに学んじゃってんですか。寅さん、学ぶべき、でも、やっぱり寅さんに学ぶと、人生間違えちゃいますよね。いやいやいや。いや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 。いやいや、あの、いや、まあ、首相とか学べばいいんだよ。そういう話だよ。寅さんの誠をね、あの、あんな素敵な人はいませんからはい。あの、絶対、あの。なんていうプラトニックに徹してね。そうです。 あやと私みたいなもんだよ、うん。それは知りませんけど。<laughs> えー、ええー、え。ダートニックに出て、そこで <laughs> そこですか、ね。つった、ま、しかしトラさんに目つけるっていうとかその弟ですごいじゃない。そうですね。そういう人生生きてるまたその人その人もなんか間違ってろ曲師になったのか。いや彼はなりたくてなったんですよ。なりたくてなったんです。おいでしかしそのたまの大福。はい大福。わはなんか師匠が死んじゃったすぐぐらいで。 すぐ3ヶ月前に入りました。ですだからあの師匠が入門した直後に死んじゃったから続かないんじゃないかなで師匠がいないんだからやめた方がいいんじゃないかなって私も思ったんですけどもそこからもう自分にいろいろ貸して修行してで師匠突然死んだ時の話がここに出てくるけどもね、はい 師匠に会ったことを忘私てっきりそれで呼ばれたと思ったんですけど <laughs> うちの師匠の一番最後の営業の仕事が定か先生がいらっしゃる場所での老客でしたその時私は三味線を弾いてましたそれで呼ばれたんだと思ったら先生全然忘れてました <laughs> <laughs> ここのほらの社,社長がまたほら屋さん屋さんみたいな人じゃないあ,あそこにいらっしゃる社長ですか<笑><笑>あそこにいらっしゃる社長そうなんですか <laughs> そうなんですかそうさん知ってるからあ 佐藤これ書店で買ったのよ、これ。ありがとうございます。<laughs> それでこれは、やっぱり、あのね、お呼びしなければ。ありがとうございます。今のね、さっき、あなた、ね。あの、なってもらったからね。これやっぱり、本やっぱり、百冊は売れるよ、はい。優あの、落語好きな方で、やっぱり落語と比べて、やっぱ、ちょっと。ハードルが高いみたいに、お涙頂戴じゃないのっていうふうに、思われるかもしれないんですけれども。 一、あのー、回バイブレーションでバーンみたいな。それとね <laughs> 落語の話出とたから落語っていうのはなんかこうちょっとシニカルに落語も好きだけどちょっと突き放してみるってほらもうねあのお客さんとこうなんていうかなこうちょっとシャに見,、うん、見るっていうかすてな。うん 感じなんですよ浪曲はね、もうお客さん抱きしめる家ですから。なるほど。そうだよな。大丈夫だからって抱きしめる家って言うんですかあ。やっぱり俺なんかやっぱり浪曲の方がいいかなと思ったらそういうことだよな。そうです。そうです。<laughs> トラはやっぱり落語じゃないんだ。落語の主人公にはなるけどね。さんが えっと、トラさん、あの、男はつらいの中で、帝カの歌理観音経はちょっとうなってます。まだ実作にならないな、<だ>うち、まだ最初の頃だったと思いますけど。帝カだって、覚えたよ、歌 <laughs>、はい離観音経ね、はい。泣くなよーしーよーしー、<laughs> ねんねーしな <laughs> それ以上っれとない泣いちゃうから、ね、<laughs> <laughs> うああ、そうなんだ。<laughs> あなたが聞く方にまあ年寄り私みたいな年寄りもいてそれ泣いてるですよ大抵あまあ泣いたり笑ったりもうお客さんもう,もうそれを解放してもらえる心をこう開いてもらうのが一番でお客さんがねやっぱりこうずっと見てるんですよやってる最中、うん、お客さんがやっぱりお客さんが緩んでくれてるのを見るのが一番嬉しいやっぱ今って油断ができない時代になっちゃってるからここに来てくれてこのひとときだけ ここは油断できる場所油断して体開いて心開いて一瞬ファッて自分を解放してくれたらやっぱりあの泣いちゃいけないとかさそういう勝手に言うじゃない自己責任とかお前果たしてないくせに全然さんて冷たい言葉を言うんだ自己ないくせにねあいつら本当に国が責任を持ちますからって嘘でも言ってよいいセリフね <で>ね、税金取るなってじゃあ <laughs> 全部自己責任だったらねはい <laughs> 分かりました全部私がやり税金取るなっていうねねえそれでね浜典子さんっていう経,経済厳しいやっぱりね経済っていうのはもらい泣きなんだって、うんうんね、あなたの不幸に一緒に泣いて解決策をところが経済性です <laughs>、うん、もらい泣けないじゃない今のあいつら見てて。ねねやっぱり、ね、あの 経済って言うけど、ね、やっぱり形成、催眠,催眠ですよね。だから、庶民の心と共にあるものって、渋沢栄一先生が言ってらっしゃいますよね。<laughs> <laughs> 今、自流だね。<laughs> <laughs> 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 <え>やっぱりね心なくして何の <laughs> 経済図ですね。ロゴとそろばんみたいな。<laughs> そ,うそ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 う。<laughs> 自流ですね。<laughs> あのおじちゃんも結構怪しいとこもあるおじさんだけどね。<laughs> <laughs> <laughs> そうか。それで新作だとどういうの作るのいろいろ作ってますね。古典と間が合うような新作も作ってますけど、うん、あの一番長く浪曲やってる上でやっぱりお涙頂戴でえっと わかりにくくって寝、寝ちゃうんじゃないのっていうふうに思われるのがすごい悔しくって、じゃあ絶対に老若男女を聞いても、わかる話を、そして笑える話を作ろうと思って、うん、老曲でシンデレラを作ってるんです。シンデレラうん。で、それはね、未就学時でも OK です。もう未就学時、もう年齢層幅広く。かぼちゃの家みたいな。なまあ,あの、かぼちゃの馬車ね、先生。あ、馬車。馬車馬車馬車ガラスの靴で、ね。<laughs> <laughs> ああ、そう。はい。 あーで今はそのやりたいって人も増えてんの？はい弟子入りが、うん、増えてきてますね。はい私の人に下に何十人いるんだろう？え？そうですねいますね結構。はい食える？いや最初は食えません。だって楽楽舞もう市場規模がもう楽舞がね今ね九百人ぐらいいるらしいんですよ。うん、で老朽師は下見せも含めて。 90人ぐらいしかいないんですよ。もう本当に絶滅危惧なので、で、だからうちの師匠も食えないぞって弟子入りするときに、昭和43年に弟子入りするときに言われたみたいですし、うちの師匠が私に言ったのは、自分の道は自分で作れって。もう先生方のカバン持ちすれば食える時代じゃないんだから、そのからじ自分で考えていきなさいって言って、だから私が新しい試みをしようとすることにうちの師匠は待ったをかけなかったんです。で、でも私は、 とりあえずでで食べていっていいっるのでで私だけじゃなくて弟弟子も食べてるしで私の夢は今浪曲に関わっている浪曲師曲師がみんなこの道で食べていけるようになることそれにはやっぱななきゃいけないいけと思いますけれどもあのなんか私有地とかそういうのはある浪曲はえっと落語と昔はねちゃんとあったみたいなんですけれどもあまりにも浪曲が盛んだった。 昭和18年ぐらいは、3000人ぐらいいたらしいんです、全国に。今、落語家空前の落語家ブームって言われて900人なのに、ある時期3000人いたらしい。そういうの時にはもう売れたもん勝ちになって、 身分制度がガチャガチャになっちゃったみたいなんですね今は五六年するとお披露目ってって師匠がこの子もうちの弟子ですけど一本立ちしますよっていうまあ落語家さんで言えば二つ目相当みたいな感じでお披露目してくれるんですけどうん、うん、真打ちとかっていうのはもう今なくなっちゃって<ー>そこからも一本立ちして自分勝手にやりなさいっていう感じですねの男女比っ言ったらどのくらいなの圧倒的に女性の方が多いです多いのはいもう講談もそうですね 高段も、女性の方が多いですでも改めて聞くとやっぱり落語より労働の方がいいよね。はい、応援してくださいおいくいいかららでもり早連れて <laughs> <laughs> 現地を取ったぞ。<laughs> よろしくお願いします。そうもうね。はい。誰か、田中角栄のあれを作りゃいいな、浪曲ね,いやね。昔あったらしいんですよ。浪曲田中角栄って、うん、発売直前にロッキードが露見したらしいんでね。<laughs> <laughs> <laughs> はい。そしてもうレコードまでなってたのに、おじゃになったっていう話を聞きました。あ、そう。はい、誰、誰が歌ろうとしたんだろう。 誰だったかなちょっと忘れてしまいましたね。まあ立志殿ですからうもう本当にねいや今発売したら売れるんじゃないかと思うんですよね<う>本と一緒でね。うん、あ,のあれ資料は早いのと俺もあってってくれるから、ね、一代記って結構浪、ね、曲の,の中では「誰々一代記」っていうのありますので,です、はい、乃木将軍とか。 一時期はは女性ののあれはないのあります誰あ私作った新作で「うん、悲願千人斬りの女」っていうのがあるんですけれども「うん <laughs> 切られるるじゃななくて切るわけだな男千人斬り」の話はまあやありますよね歴史、ね、これは女で男千人斬りをやってのけたという実在の女流歌人のお話を小沢信夫先生という作家の方がはいはい、はい。 教典で書いていらして、もうそれがすっごく面白いので、絶対に楽にしたいと思って、全四作という長編楽曲にして作ってやるんです。誰、歌人って。松野と美佐子っていうですね、下田歌子と同時代の女流歌人、<ー>明治、幕末から明治にかけて。えっ、ー、と、千人切りの音が遍歴をやってのけた。それがね、すごいんですよ。四十八歳で千人切りをやり遂げた暁には。ご存命のご関係閣位に、お席はん配った。<laughs> いいね、素晴らしい。 爪の赤煎じて飲みたい。それ、しかしさ、一冊になるじゃない、それ四、四作もあるなら。もう、っていうか、その、少伝が、もう本として,あって、あ、ある、ある、ある。それを浪曲にしたんです。小沢信岡。そうです。まあ、しょうがないな。<laughs> <laughs> 小沢昭一さんも、なんか、あったね。応援してくれてました。はい。私は、その、永六輔さんに可愛がられて、ごらます。はい。紀伊国屋、ね。はい、芸人と一緒に出て。たから <laughs> 松本ささん、先輩とも仲良くされてだから小沢一さんも来たことあるしね、はいはい。小沢さんはやっぱりその高度成長期に路地っていうものがなくなっていって路地で生きていた芸能っていう大道で生きていた芸能やっぱ街道筋で生きていた芸能っていうのが日本はものすごくいっぱいあったのにその生活の場を奪われて管理の対象になっ で活動できなくなって声も出さずに消えていった芸能たちっていうのを「日本の放浪芸」っていうので記録されていたのである意味なにわ節もあの放浪的なところがあったのですごくこう心を寄せていただいたっていうか小沢さん自身が実はすごい何節が好きだったんですで小沢さんがある,日のある年のバレンタインデーに私は小沢さんと会っててたんですけど今日は小沢さんとデートだと思ってすごい嬉しかったんですけどそしたら小沢さんが「ちょっとあなたに内緒話があるのよ」 え、何ですか小沢澄一さんに内緒話って言われたぞ。うん、僕ね人生の一番最後の舞台は何にわ節にしたいと思っているの。<ー>その時に「あなたさもう何やるか決めてるから三味線弾いてくれない?」って言われ <laughs> 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 て「もうびっくりして<ー>そしたら乃木将軍の辻浦織っていうのがあるんですけどそれをやりたい鈴木米和かっていう人がやったんですけ でそれをじゃああなたこの音をねやっぱりおさらいちゃんとしたいから探して僕に送ってくれるもうすぐにすぐにすぐに出配しますって言ってでもそれ実現しなかったんですけれどもそう,かそういうご縁がありました俺、うん、学生時代ねちょっと話ずれるかもしれないけど <laughs> あの「アメ横で」でバナナのたたき売りよく見てたんだよ。ねっ、うん、あの客のつかみ方とかさ <laughs> すごいよね、量が駒込にあったからこう三谷に一応行って面白くないから <laughs> 三谷に一応行って <laughs> 一応行ってそのあそこで降りるぜおかちまちで、はい、ちょっとバナーた,たたき売りやってるそろそろ飯飯時だから帰るかと思うじゃないねそれすごいよね今 動こうとする人はスリですとか言,言うんだよな動けなかったんだっていやあの大道芸ってやっぱり道行く人のまず足を止めなきゃいけないじゃないですかだから大きい声出しますよね浪曲もそうなんですけど、ね、足を止めた上で浪曲なんかの場合は物語を聞いてもらってさらに懐から胴間木出さしてそこからお金出させなきゃいけない だからこそ極端なある意味最初の頃は明治の最初の頃は陳芸的な要素もある部分があったと思うんです、うん、だけどそれはもう生活と手に腹は変えられないっていう上で<お>開発された芸なのでその浪曲の奇妙さばっかり私は目についてたんですけどそういうものが今はすすっっっごいかっこい,い,なっていうかななうう誇りだなって思うんですそうあ,のある種日常の中にね、はい 非日常を入れていくわけでしょ殴り込みかけんだうそうそみそう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 そでそう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 そき出しそう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 そっそうそうそとにうそ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  日銭を稼ぐここから金を出させるどうやって稼ぐかっていうところにやっぱりそこに芸人としての名脈があるのでそれよく分かるし浪曲にはその残新っていうのをものすごく感じるのでだからちょっと違うけどねあの俺はあの俺は有鑑士のあれからデビューデビューは理由冠氏だったよだから宅配じゃないのよ一回買ってもらえ日銭で買ってもらわないとですよね そのレスクみたいな人から言われたのはい何回入れてくださいとそうでないと明日買わないからうんうん、うん、ね、宅配は毎日届くけどだからそういうあるし真剣勝負ね <laughs> 今日のね、真剣勝負のラリー声すごかったやっぱりいやいやいや改めてね、<laughs> これ読んでから聞きに行ってください <laughs> はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました <laughs>